型式番号 GAT-01 モビルスーツストライクダガー。地球連合軍が試作機 GAT-X シリーズのデータをもとに開発した量産機である。汎用性の高い X100K フレームを採用している。パナマ防衛戦、オノゴロ島のマスドライバー制圧作戦など重要な局面で活躍。地球軍の切り札として大量に投入された。 57mm ビームライフル、ビームサーベルなどの武器を携行。標準装備のシールドはビーム、実体弾ともに防御可能である。ナチュラル向けに OS を最適化し、ザクトのモビルスーツをしのぐ性能を発揮したストライクだが、さらに数の力で戦場を制し、勢力図を塗り替えるきっかけを作った機体であった。